皆さんこんばんは。寒い日が続きますね。こんな日お家に帰ってきてすぐ温まりたいけど、まだお部屋もそんなにね温まってない時、お腹の中から温めるためにホットワイン、今日はたった2分でレンジを使って作る方法をご紹介したいと思います。今日ご用意するのはね、お家でねお刺身とかでも使ったりするこのあのチューブに入った生生姜、それとシナモンスティック、これね10本入ってね200円くらいスーパーで手に入るものです。生姜とシナモンスティック、そしてまあお家にある蜂蜜、何でもいいので、まあこのカジュアルなものでいいと思います。作り方って言っても超簡単です。なんたって1分、大体小さじ1杯分ぐらいの蜂蜜をこうやって入れます。そうしたらここにこの生姜、これもねちょうどまあ真珠玉1個分ぐらいかな、これくらい、よいしょ、とお好みで、よくねのスパイスをいろいろ入れてお鍋で作るっていう方法もあるかと思うんですけれども、そんなねもうすぐに温まりたい時にねそんなやってられないので、あとただちょっと贅沢な感じでねスティックのシナモンをそのまま入れて、あとはもうね残っちゃったワイン、ちょっと飲むのにはちょっと酸味が出てきたかなっていうワインを、まあグラス1杯分ぐらいを入れまして、そしてレンジで600ワットで1分、これだけです。お鍋でね結局炊いていくとどんどんこう蒸発してってアルコールが飛んじゃうでしょ。私のようにちょっとこうお酒も好きだな、飲みたいな、ですぐに温まりたいなって言った時にそんなん待ってられないから、もううー寒いと思って帰ってきた時にもうマグカップの中に蜂蜜と生姜、そしてワインを入れて、そしてまあシナモンがあれば、まあパウダーでもいいですよ。あとまあねお家の中にナツメグとかがね常備してある方はね、まあ長寿入れたりとかね、まあいろいろやってみればいいと思います。もちろんそのままの生の生姜をスライスして入れるのもいいと思います。私がねよくやるのはね、マーマレードジャムをポンと入れたり、いちごジャムをポンと入れてレンジでチン、そしてちょっとこう喉とかね風邪の予防ということでこの生姜を入れることで、体の中がポカポカとアルコールとこの生姜の成分と一緒に、温まります。おお、もうできちゃう。どれどれ、うーん、いい香り。やっぱりちょっとねこのシナモンが入ることでなんかこう特別感が出ます。そしてこれあんまりね長くチンが、そうね、レンジでチン1分でしたけれども、これねこれ以上やっちゃうと、まあ、アルコールが飛びすぎちゃいます。アルコールはだいたいね80度以上になっちゃうと、まあどんどん抜けていっちゃいますからね、まあ沸点75度ぐらいでしたっけね。いただきます。よき生姜のね刺激がねちょっとこう喉をねこうチクチクチクっとさせながら、まあ蜂蜜があるおかげでそれも飲みやすくて、なんとなく体にいいことをしている感じです。こうやって温まってる間にお家帰ってきてすぐにねこう暖房入れたとしても、まあ、こうやってる間に温まってくるんじゃないでしょうか。今日はレンジでたった1分で作る、まあ、ご家庭にあるチューブの生姜と蜂蜜、それからシナモンを使ったホットワインでした。ぜひ試してみていただきたいと思います。それではまた。